中日ドランズ謝罪。今シーズンより販売した最強王図鑑コラボフェイスタオル、最強王図鑑コラボマフラータオルの商品デザインに不備、球団名を誤って記載があることが分かりました。ご購入いただいたお客様には正しい商品との交換対応をさせていただきます。つきましてはお客様には大変お手数をおかけいたしますが、該当商品と送付先を同封の上、下記商品返還先へ着払いにてご発送をお願い申し上げます。ご購入いただきましたお客様には多大なるご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。中日自体が球界の不良品やろ。立浪和義、これ不良監督は交換対応してないの？立浪と中田翔も交換してどうぞ。このチーム球団名間違えること多いな。中日ドラゴンズグッズの間違いは直せるでも、監督は堅くなに自らの過ちを直そうとしない。中日ドラゴンズが不良品じゃないからセーフ。今年に入ってすでに何度目だ。グッズの間違いまともに検品もできん球団。中日って球団名のスペルミス前もあった。チュッ笑い、うんち。五色のレジェンド徹底も元中日だった。一番の不良品を交換してほしい。ご視聴ありがとうございました。